マグロのコインランドリー。皆さんこんにちは、トミックです。俺結構ね、10キロシリーズやってきたじゃない。数ある10キロシリーズの中で何が人気だったかっていう話なんだけども、結局ね、マグロなんですよ。マグロって海鮮の中でもトップ3を争うぐらいにメジャーじゃないですか。なので久しぶりではありますが、10キロのマグロを買ってきました。なんかヒレ折れてね。今回はですね、マグロでございます。10キロサイズですよ、久しぶりの。どれくらいぶりだろうね、10キロサイズをやるの。でけえな。しかしマグロってちっちゃいのでも10キロとかあるんでしょ。でかいよね。もうまな板からね、はみ出てるんですよ。マグロをこれからさばいていくんだけども、まずはね、もう裏技ですよ。もうまな板に入らないサイズの魚をやるときどうすると思う？そう、考えてごらん。そうだよ、まな板に収まらなければ、まな板に収まるサイズまで切っちゃえばいいんだよ。もともとね、もうマグロ屋さんとかでは、100キロ、200キロ、300キロの本マグロっていうのは、尻尾がないんですよ。尻尾を落としても全然構わないと思いました。あ、硬てぇ。てぇなぁ。尻尾だけでも骨が硬い。よいしょ。よいしょ。結局骨折っちゃったよ。本当はね、良くないんですけど、このくらいのサイズのマグロだったら、ここまでね、そんなにこだわらないので、切っちゃいます。この尻尾を切った状態で見てください。市場で見たことあるようなマグロになりました。次はね、内臓を取ります。ここにね、お尻の穴があるんで、ここから包丁を入れて、内臓を取ります。ちょっとなんか溢れてきたら嫌なんで、キッチンペーパーで敷いておきます。うーわ、なんか変な音した。うーわ、やだな。めっちゃ嫌だな。はい、いや待てよ、これ内臓を出すついでに頭落とした方がいいっすね。そうしよう。このヒレ、胸ビレの上の部分がめちゃめちゃ硬いんですよ。ここ、そっからこう削ぎ落とすように落とします。頭を。そうしないと怪我するんで。怪我したらね、元も子もないんで。こっち側も切っちゃいます。ほら、ここにね、硬い鱗があるんで、こっから削ぎ落とす。カツオと同じっすね、さばき方は。頭をね、切り落とします。かてぇ、首ぼきいっちゃう。あんま好きじゃないけどな、首ぼき。でも骨が硬すぎてもどうしようもなんないんで、首ぼきいきます。骨、ね、よし。君たち、ユーフェスで僕と握手。首ぼきをいくことによって、頭とね、内臓をきれいに取ることができます。よいしょ。ふう、こんな感じに頭と内臓を取りました。見てください、まな板のサイズに収まってるんですよ。三枚おろしをしてさばきます。でも10キロあったマグロもね、頭と内臓落としちゃえば結構ね、ちっちゃくなるもんっすね。頭が結構でかいからな。三枚におろしましょう。結構ね、皮も硬いんで。3枚じゃねえな、マグロの場合5枚だな。ヒラメの時同様、このね、側線に沿って包丁を入れます。うん、5枚おろし。うん、ほら、いい感じにできてる。包丁を入れてあげて、ほっ、はい。少しね、マグロは骨に残っちゃってるかもしれないけど、これは基本的にネギトロの部分で取れるんで、特にそこは気にしなくていいですね。中骨に反りたくて、久しぶりに歌うね。
美味しそうな赤身肉。こっち側を切ったら次は逆向き、側線に沿って切るか。そうすると綺麗に断ち切れるんで、骨が、骨じゃねえわ、真ん中がね。せーの、よいしょ。うわー、めっちゃうまそうな赤身。切り身にできました。本マグロと同じ感じで5枚におろしたマグロの柵を3等分にぶつ切りします。そうすることによって市場とかで見るタイプのマグロになるんじゃない、ほらね。でここのね、骨取っちゃいます。一応ね、こう大トロのある部分なんで綺麗に取り除いた方が絶対美味しい。マグロをね一旦全部切って冷蔵庫の中でちょっと今保管してるんですけども、じゃあ今回何をするのかって話なんですけども、あらかじめ、酢飯をね今仕込んでおきました。10キロのマグロから寿司は何貫握れるのかっていうものをやっていきたいと思います。これを、まず手っ取り早く削状にします。まず大トロ部分と赤身部分を切り分けます。血合いの部分を通ってよいしょ、柵だから横に切った方がいいな。これがマグロの赤身。よし、本マグロとかだったらこっからねこう縦に切って削状にするんですけど、10キロのマグロ言うてもまあちっちゃいんで、このまま皮からすき取って削状に横に切ってやります。寿司にできる大きさにならないんですよね。これで10キロのマグロ半身です。意外と多いよ。一応ね全身使うか使わないかの話なんですけども、いつも通り半身の寿司かける2で1匹分のお寿司という計算でさせていただきます。寿司用に切りつけます。前に教わったのはこうやってカーブして切るみたいな。これ切るのめちゃめちゃ大変だね。このちょっとお寿司に使えないなっていう小さいサイズは海鮮丼とかに使うタイプなんで、今回のお寿司何貫っていうのは納棺にさせていただきます。こういうちっちゃいのもお寿司にするにはどうかな、いけるかな、いけるな、これはいける。寿司用に切ることができました。思ったのはまあ無理やりお寿司にすることもできるけども、全部ね、そうするとシャリの量に対してめちゃめちゃちっちゃいマグロとかになっちゃうわけですよ、このサイズのマグロだったら。なんでそこはもうユッケとか、海鮮丼とか漬けマグロ丼みたいな感じにしてやって、本当にお寿司で使える部分だけを厳選して今回やっていきたいと思います。1貫目、はい。なんか毎回動画でお寿司握ってたら寿司握るのがめっちゃうまくなりそうな気がする。あくまで気がするだからね、実際うまくなるかどうかは分かりませんと。見た目はねいい感じなんだよね。見た目はいい感じ。マグロ10キロのマグロの半身をね全部握りにできたんで、本当にお寿司にできるところをお寿司にしたんで、俺の予想よりも数はね少ないと思う。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,6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 1,53,
構ね、その10キロのマグロっていうと、そのデッドスペースができちゃうから、そういうのとかがあって、多分サーモン、あと頭と骨もね、結構なグラム数があるんで、前にやったサーモンに比べたら、数は少ないかもしれない。
ですね。このお寿司たちはまたね、友達とか親戚に無理やり呼んで食べていただきますということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオになったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。